新規採用の保健師は、まずは地域を知るため、総合支所へ配属され、保健師の基本である母子保健事業を受け持つことが多いです。総合支所では、個別ケースは地区ごとに担当し、支所ごとの健診や健康教育事業などは、係内の保健師・栄養士で協力して行っています。登米市では、保健師・栄養士の専門職がありたい姿を言語化し、地域に責任を持つ自覚と力量を備えた専門職を目指し活動しています。経験年数により目標を分けて設定し、経験7年目までの新任期は、地域に出向くことをメインに、見て、聞いて、感じて、気づきを育てることを目標としています。お互いに育ち合う環境づくりに力を入れ、チームや住民との語り合いを大切にしています。こちらは保健師活動で大事にしていることを見える化した図になります。ひらめきを実践に、おスローガンに、いいね、やっぺしということを大事にしています。やっぺしは、やってみようという方言です。まずはひらめき、感じる心です。決められたことをただ実施するだけでは感じる心は育ちません。育ちのベースは、住民の身近で日常的に活動している9つの総合支所での活動だと考えています。いいね、やっぺし、どのようにやってみよう、この方が良かったね、じゃあこうしよう、仲間と本音で語り合いながら、登米市版 PDCA を進めています。では、実際の保健師活動の一例を紹介します。令和3年度、コロナ禍で思うような活動ができない中、保守保健担当者が集まった際に、会議ではなく、自分たちの支援について話し合ったり、情報共有する場が欲しいという意見が出ました。先ほどのいいねです。日頃自分たちが感じていることを話すことは、支援の振り返りになり、相談能力を高めることになるのではないかと考えました。そこで、ステップアップミーティングという名の話し合いの場を設けました。ミーティングでは、面接する際の支援者側の悩みや疑問点、支援で大切にしていること、これから取り組んでみたいことについて話し合いました。パパたちの話を聞く機会って少ないよね。パパ同士の話しやすい場が欲しいねといった意見が出され、そこから実際に令和4年度からプレパパ、パパ向けの育児サロン、パパサロンの実施に至りました。ステップアップミーティングは新任期を中心に今年度も開催しています。ステップアップミーティングに参加したスタッフからは、自分が話したいことを自由に話せる空気だったので、とてもすっきりした気持ちで参加できました。振り返ってみて、自分でもそう思っていたのだなと話しながら、自分の思いに気づくことができました。毎日いろいろな事業があるけれど、一つ一つ周りと共有し、たくさん気づいて成長できたらいいなと思いました。といった感想が聞かれました。地域住民との距離がとても近いので、住民さんの声を直接聞くことができますし、逆に住民さんから声をかけていただくこともありまして、地域とのつながりの強さが魅力的だなと感じています。私は有事検診の時に、初めに新生児ホームに行くかがあって、その後に有事検診でお会いすることがあるんですけれども、その際にお母さんたちにお話しすると、少しこれくらいできたんだというふうにお話もすることができて、とても、お母さんたちと身近に関わることもできるなというふうに思っております。はい、
住民の皆さんがすごいとても優しくて、家庭訪問に行ったりとか、あとは健康教室に行った時に皆さんすごく温かく迎えてくれているなっていうふうに感じています。また電話対応をしている時などはちょっとどうしても新人なのでわからないことが多くあって、こう確認をすることもあるんですけれども、そういう時に住民の方からこう優しい言葉をかけていただくことも多くあって、たくさん住民の方に助けていただいています。今は、災害予防事業を担当しています。先日では高齢者の方と一緒に認知症に関する研修会を行ってきました。今は高齢者の方々から学ばせていただくことがたくさんあるので、これからも、共同を大切に業務を行っていきたいと思っています。私は母子保健を担当しています。妊娠期から継続した関わりを大切にしながら日々仕事をしています。乳幼児健診の時はお母さんの個別相談に乗る時は緊張するのですが、可愛いお子さんとの触れ合いを楽しみにしながら仕事をしています。保健師の登記が多いので気軽に相談ができたり、そしてお話とかもできたりしながら仕事をしているので毎日楽しく仕事をしています。1年目はプリセプターの先輩がついてくださるので、とても安心して仕事はできているなというふうに感じています。あとは他の職員の方もとても優しいので、とても働きやすい環境だなというふうに感じています。住民さんも先輩方もとても優しいですし、なんとか仮事業などは登米市ならではの事業だと思うので、他の市町村ではできない体験がたくさんできていると思います。登米市は9つの町域が発生しているというところが特徴としてありますので、その9つの町域をのいろいろな住民さんとの関わりだったり、職員さんとのいろいろな関わりというところもありますので、そういったつながりのところも一緒に学んでいくことができるかなというところが思います。保健師はお母さんのお腹の中にいる赤ちゃんから高齢者までを対象に幅広い知識を必要としますが、直接地域住民の方と関われることが大きな魅力だなと感じています。優しくて経験豊富な先輩たちに相談しやすい環境が整っているので安心です。登米市の保健師として一緒に働けることを心待ちにしております。